お、今回のリーダーの三富優斗さんです。よろしくお願いします。ニューヨークに在住ということで、今何年目ですか？11年。2011年の9月からなので、丸11年。最初のあれはあれですか、シティカレッジですか？うん、あのでも1年語学学校行って、その後シティカレッジですね。あっという間ですよ、10年です。まあ、どうですか、10年住んでみて。ねえ、なんかあっという間だし、どうかな、なんか例えば生活のところはどうですか？やっぱこう日本生活は間違いなく、その前日本の大学で出てるんですよね。電通大でしたっけ？電通大です。電通大学を普通に学位で卒業した。学位、俺は学位だね。結構 理系の大学の人は大学院まで行くしマスター取るけど、俺は学位で卒業して、うん、そうだね、就職もしてからですよね。就職もしてる。どうですか、その生活というか。いや、まあ、やっぱ生活はしんどいね。いや、まあ、だから自分だから、ニューヨークはいろんな選択で、いろんな選択肢があって、なんかこうでなければならないっていう生き方がないから、それはなんかこう助かってるかなとは思う。
いや、具体的に何がしんどいですか？まあ、やっぱりここ半年1年は、夜歩くと、夜歩いてる時のなんかこうアンテナの張り方っていうか、周りのを見てるやり方の神経のなんていうかはある。だから逆に今回日本来て夜中とかにさ、駅降りて歩いてた時にそのなんかこうざわざわ感がない音っていうよりはなんか雰囲気的に あそこの角怪しいなとかそういうことを感じなく歩けることは非常に、どうしてもニューヨークの夜はもちろんそんなめったに起きないと思うけど、でもやっぱあの角にいる人とか電車の中であそこで寝てる人とか一応目に入って一瞬こうチェックするから、そういうのはやっぱり知らず知らずと自分の中でこうなんかストレスも入ってるよね。常に警戒しなきゃいけない。でもそれは完全にコロナの後の話ですよね。あとだと思う。もちろん前からあったけど、やっぱりコロナで危険度はだいぶ変わったよね、そこはね。とかまあ物価もそうだけど、まあでもその分お金が回ってるといえば回ってるかもしれない。そこに立つよね。じゃあ経済的にはまあなんかでも最近アメリカが不況だって言われたりするじゃないですか。まあでもニューヨークはまたちょっとアメリカの中でも特殊な場所だと思うんですよね。その通りだと思う。私さっき言ったようにニューヨークもすごい金持ちからすごい、まあ、ホームレスもいますからね。ホームレスもいるし、今自分が住んでるところは本当にニューヨークの人種の壺だから、中南米移民の本当に子供を四五人いるような、ね、ご家庭とかと連れてくるし、クイーンズですよね。クイーンズです。アジア系ももちろんいるし、なんだろう、あ、よし、ヨーロッパ、ロシアもたまに見るよね。まあ、こっち見分けはつかないけど、ロシア人なのかウクライナ人なのか、そういう人もいるし、もちろん、ね、黒人、アフリカ、アフロキューバーの人たちもいるし、あのブルックリンの下の方にもなんかロシアエリアあるじゃないですか。あるあるある。てかブルックリンのはその下のあたりで結構なんかガチ獣医師エリアとなんかガチロシアエリアを超えるところのチャイナタウンにあってそうだよ。あそこら辺なんか俺バスかなんか乗った時にこう全部それをこう苦痛化してくるとかあるんですけど、あるあるある、あれすごいですよね。あれすごいよね。これ今その定期的にあのイタリア人のギグのギター版のファンスしてる。で彼はシチリア島出身だからシシリアン。マフィアじゃないですか。いや、ゴッドファイザーで。で、そのやっぱりリトルイタリーからどんどん読んで、ブルックリンから今度スタテンアイランドの方に移ったりすると、いや、本当にゴッドファーザーみたいな人とか、おじいちゃんとか、マジでいる。でそういう人たちがやっぱフランク・シナトラの時聞くとやっぱすっごい喜んでくれるわけ。やっぱりシナトラも多分ああイタリア系の血があるから。でその彼に車でブルックリンで乗ってやっぱ南の方行くんだけど、ユダヤ系もあるしなんかイスラムみたいな地域もあるよね。でまあちょっとチャイニーズ中華系もいたくさんあるし、でロシアもいるし、すごい住み分けされてますよね。エリアがくっきりっていうか。そうそう、文字でわかるしね。そう、看板でも出てるし、ね、まあ、あと獣医師だとその服装がガチ獣医師あれじゃないですか。真っ黒。そうそう、でイスラムはイスラムでやっぱりなんか特徴ある白いマットかなんかあるから、
いやすごいよね。なんていうの、エキサイティング、刺激的だけど、その刺激がやっぱりちょっと許容量を超える時があるよね。そういう大変さはあるけど、楽しい反面やっぱり日本に来るとすごく落ち着くかな。まあしかもなおさその治安が悪かったで、すでにっていうのはなんか、ちょっと日本じゃ信じられないからね。音楽的にはやっぱり非常にレベルは高い。まあ、それはそうですけど、そういう難しさ、仕事とかそういうのはしんどいなと思う反面、手に届きそうなで届かないような、なんていうか、そう絶妙な距離に自分が本当に追い求めてた音楽があったりするから、そういうしんどさと楽しさが両方なんか共存してるシーンかなと思ってて、ね、いきなりニューヨークに行くべきか行くべきじゃないかみたいな話があって、まあそれは個人のあれだから全然結論はないんだけど、その話で、ね、やっぱりいきなりニューヨーク行ってたらやっぱもうとっとと帰ってたよっていう人の中にはいるわけですよ、ね、学生でボストンだったか、あるいはまあ短期でニューヨーク来て戻ってもう一回行くとか、そういう議論を多分秋葉ちゃんとしてて、うん、で、だからやっぱ秋葉ちゃんも本当に多分10代か20代前半で行ったから、うん、アメリカに慣れることで必死だったみたいなのもあって、いや本当にその通りだなと思う。だからそれに必死で自分のやりたいこととか集中しなきゃいけないことができないになると、それは違うよねって思う、うん。なんかたまたま自分はなんとかサバイブして、決して満足じゃないけども自分で一番バランスに取れた、なんかそういう生活と自分の求めてる音楽みたいなのが今最善のバランスにあるポジションを自分は持ってるから多分なんとか取れたと思うけど、でも何かの形でそういうバランスが崩れたら、俺も多分もうニューヨークにはいられないみたいな、そういうことはあるだろうなって、うん、まあ経済的なものだし精神的なものとかもそうだし、もしかしたら年齢的なさ、なんか価値観のこととかがずれてったらやっぱり合わなくなるだろうなみたいなのは考えて、とりあえず今は自分の中で取り合いがついてみたいな感じ、ね、でもやっぱこのコロナで結構みんなっていうのは俺らの同世代でニューヨークで一緒にやってたと思ってる人たちが結構日本に帰る、そうですね、うん、あのまた戻ってくる時で、まあ、一時的に帰国してるっていう人たちも、うん、なかなかすぐには戻ってこれないような状況になってるなって見てて思うから、いやこれ、ね、さっきの安全その治安の話じゃないけど、うん、いやだって俺がいた時そんなの考えてなかったですからね。そうだね、そうだね、もう俺だってもう全然だってそのパッドキャットのセッション終わって朝4時とかに普通に電車乗って帰ってましたもん。そうだよな、ね、全然別の友達とかも夜中に近づいて寝ちゃってなんか朝起きたらさ、コニーアイランドとか海の方行ったとか言ってたけど、確かに今絶対そんなことできないけど、まあ、でも言いましたけどね、友達の友達がその路上でぶん殴られたとか、その話はあったかはあったけど、そうそうそう、ここまでなんか表立ってそういうものが実験として出てきたのは本当にコロナの時で、
はい、というわけでニューヨークの在住の伊藤優斗さんから生なご意見を、いやでも、はいはい、これが実際の生の意見ですからね。あ、でも自分今年から見たあれだから、なんか別な立場から見ると違う、まあそうですね、まあでも、うん、私から見たリアルはそんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。